こんにちは。7月4日木曜日、SBI グローバルウォッチをお届けします。今週のトピックス、どうなる4、6月期決算、それから下半期活躍の銘柄はということで、後ほどお話しいたします。なおですね、今日あの祝日でですね、米国が休場になってますんで、通常よりも1日早い木曜日にですね、グローバルウォッチをお届けしております。 今週の米国市場ですけれども最高値を更新と、まあ、非常にあの強い動きとなっております、えー、先週末二十八日は個人消費支出物価指数インフレの鎮静を示したということで、まあ、一時最高値を大きく更新したんですけれどもさすがに利益確定売りが強まったというところです週明けまして一日テレビ討論会の結果を受けまして トランプ前大統領の当選確率が高まったという見方からトランプさんが大統領になると財政赤字が拡大するんじゃないかという読みですねこれを受けて10年国債利回りが前日も上昇していたんですけれどもこの日も続伸と。 でこれはあの株をです、ね、あの抑える要因になるんですけども、一方で、えー、まあ、利益確定売りに押されていました。テクノロジーに買い戻しが入って、えー、ナスダック指数は、ですね。最高値を更新。まあ、非常にあの強い動きという形です。二日の火曜日、四・六月期の販売台数を発表しました。テスラなんですけども。 前年同期比ではマイナスだったんですけども市場層を上回ったということですねこれを受けて株価が大幅上昇他のですねテクノロジー銘柄への物色も刺激したと3日水曜日 ADP 雇用統計それから ISM 非製造業景気指数両方とも弱くて9月の利下げ確率が上昇しました。 10年国債利回りが反落という形でテクノロジー株がです、ね、再び買われるということで、まあ、非常にです、ね、米国市場強いという形です。主要市場の動きですけれども1週間では米国株 SP500 指数は1.1%の上昇ですね。 で出遅れてました日本株がですね、えーまあ、あの出遅れを取り戻す動きとなっております一方でハンセンがですね、えーまあ、ちょっと弱い動きが続いていると、えー、その他市場ですけれども、えーまあ、新興価格もですね、えー、多くがまあ上昇しておりまして、えー、真ん中あたりにあります、えー、SP500 指数をですね 上回例えいいで,で、特にですね1か月でインドが11%の上昇ということでちょっとあのインドについてはですね米国市場の上昇がこう頭打ちになるとですねインド株が買われるっていうパターンがこのところずっと続いてましてその結果ですねこういう形になったということです。 為替の動きですけれども警戒感があるんですけれども、まあジリ高がですね継続しております。米ドルは大円で0.5%の上昇となっています。で、まああのこのドルを基準にしてですね結構上にある通貨がある多いんですけれども、まあドル以上にですね上昇した通貨もあります。 まあ、介入に関してはです、ね、あの前回です、ね、ゴールデンウィークに、えーっとまあ、あの市場参加者が減るタイミングで,です、ねえーまあ、介入が入ったので、まあ、今回も、えー、本日もあの独立記念日で米国がまあ休場になるということで、まあ、このタイミングをが狙われるんじゃないかという見方がございまして、まあ、警戒があると思います。 ただその前回の,ですねあの介入の後ですねイエレンさんがまあちょっとあの苦言めいたことを言うというふうなですねえあの日本の対応に関してですねいうこともあったのでまああのまあそれも日本の当局からするとですねちょっとやりにくい要因になっているんじゃないかなというふうに考えられます。 業種の動きですけれども1週間で上昇率上位情報技術2.8%の上昇で内容を見ますとアップルそれからブロードコムそれからソフトウェア株といったようなところがですね牽引していると一般消費財サービスが2.4%の上昇でこちらはテスラが牽引しております。 個別の動きですけれども上昇率の上位ですねソフトウェアであるとか銀行といったようなところがですね目立っておりますそれから位の方ですけれどもこちらはですねどちらかというとまあ,あの消費関連それからヘルスケアですかね医薬品関係が、まあ、目立っていると。 いう形です。このえ星をつけた銘柄について、えー、コメントいたします。騰落率上位の方ですね。テスラが25.5%と、えー、上昇しております。で、えっ、ー、とまあ、今週ですね、えー。4、6月期の販売台数、えー、発表しまして、前年同期比4.8%減となったんですけども、主要要素上回ったと。 予想ほどひどくなかったということで、まあ、株価が上昇とで、まあ、その前にもですねちょっと上昇が始まっていたんですけれどもどうも材料として注目されているのは中国製の、e、に対すする関税引上げですねこれはの米国はまあ先月やったんですけどもそれが EU とかカナダにも広がっているということで、まあ、あのまあこれはのテスラに利すると。 いう見方ですかねあとまあやっぱりこれだけ上がってきますとなんでこんなに上がるあの結構 ev の市場厳しそうなのになんでこんなに上がるのかということだと思うんですけどもまあ、えー、やっぱりテスラって ai 関連として、えー、まあ評価できるんじゃないかっていうふうなですねまあ声も超、えー、えておりますまああのちょっと市場はですね厳しいのでまあちょっとその これについていくかどうかというとですね慎重にした方がいいかなという感じはしてますけどもまあこういう形ですね。でブロードコム8.6%の上昇で決算発表後に大幅に上昇してその後利益確定売りで下落してたんですけども足元戻り歩調になっていると。アドビ7.8%の上昇。 こちらはまあ決算が出まして、えーまあ、同社の製品ですねあの AI の機能が加えられている商品ですねいくつかありましてフォトショップそれからイラストレーターといったようなです、ね、クリエイティブ製品で、まあ、顧客がです、ね、そのオプションとして使える人工知能ベースの新ツールを使っていると。 ということがです、ね、あのまあ、えー伺いましてまあ、これが交換ちらはですね、えーまあ、ちょっと売り上げがですね、えー、減少見込みというのがですね嫌気されてましてでまあこれあの、えー、この会社はですねあの、まあ、前回はの新製品を発売するために えーまあ、ちょっと足元の売り上げは減少するというふうな、えー、説明をしていたんですねところがまあちょっと最近やはりあの新興メーカーとの競争結果がですね、えー、懸念されていまして、まあ、ちょっと警戒される動きとなっております。えー、ETF の方ですけれども騰、えー、落率上位ですね。 えー、銀、それからインドネシア株、サイバーセキュリティ、えー、中小型の銀行、えー、株、ブロックチェーンといったところが、えー、上位です。下位の方ですね。中国の新興株、えー、米国の超長期、えー、国債、不動産、ヘルスケア、バイオテクノロジーといったようなところですね。で、まあちょっとあのヘルスケア、先ほどのあの個別でも目立っていたんですけども。 えーまあ、これに関してはですね、うん、バイデン大統領が、えー、肥満治療薬それから糖尿病治療薬の、えー、についてですね値、ねね、下げを、まあ、要請したと、まあ、それを、えー、ニューヨーク・タイムズにです、ね、寄稿したと、えーまあ、あの正式なあの政策としてということじゃないんですけども、まあ、あのちょっと高すぎるんじゃないかというふうなことを いったことがですね、やはりちょっとヘルスケアですね。やっぱり大統領選挙の時期になりますと、そのま支持を獲得するために、まこういったですね、あの有権者の関心を誘うようなですね発言が出てくると。で、まあ特にまあ医薬品に関してはですね、そういうえまケースが過去まあまあ,ありましたので、ちょっとその点はですね、ちょっと注意が必要かなと思います。 えー、レバレッジ ETF の方ですけども、まあ、トップはですねテスラのブル2倍と、まあ、なんと、えーまあ、元の株が25%も上がってるんですけども、えー、1週間で54%ですかね、えー、上昇していると、えー、下位の方、えーまあ、ボトムやはりまあテスラのベア1倍ですね21%の下落となっております。 でえー、今週の、えー、トピックスなんですけれども、まああのー今週えー、来週から、ねえー、46月期の決算が始まるということで,です、ねまあ、ど,のどのような形で予想されているかということを、まあ、確認したいとしておきたいということで、えー、46月期決算のプレビューと,、えー、と SP500 指数採用銘柄のです、ね、業績なんですけれども。 えー、売上については13月期の実績から46月期の予想に対し向かってですね4.3から4.6ということで、えー、増加率が、えー、増すと。で EPS もですね、えー、前年同期比の5.9%差13月期の実績が5.9%増だったんですけどもこれが8.8%増に、まあ、あの増益率が加速と。 いうことでこれをです、ねまあ、時系列にですねどんなふうに予想がされているかと言いますと、えー、これあの、えー、左の、えー、と塊がですね四半期ごとの増益率ですね。これを足元から来年の 前半まで並べてあるんですけどもまあ年後半ですね29というのが46月期になりますけども8.879が8.2から1012が17.6という形でまあ2桁増益にですねまああと増益率が加速していくとい予想です。 で右の半分は、通期の増益率なんですけれども24年の予想が 11.3%25 年の予想が14.4%増ということで,です、ね、2年連続で2桁増益ということなので、まあ、非常にです、ね、企業業績に関しては好調が見込まれていると。 でまあ、最近あの相場はです、ね、非常に好調ですけども、まあ、こういったことがです、ね、こういったふうに、まあ、あの業績は非常に好調に推移するだろうというふうに予想されていることが、まあ、背景にあるという形ですで、まあ、業種別にどこがいいのかということなんですけども。 4 6月期の予想 EPS の増加率ですね業種別に上昇率が高いところがこのピンクで囲ったところになりましてコミュニケーションサービスが18.5ヘルスケアが16.9情報技術が16.1エネルギーが14.7ということでこういったところがですね業績を牽引している業種です。でまあ、さらにその それらの業種の中でどういった銘柄がいいのかという業,種あの業績がいいのかというところなんですけどもコミュニケーションサービスではメタプラットフォームズネットフリックスアルファベットなどの増益率が高いとヘルスケアはメルクが黒字転換イーラリリーが32%増情報技術では IBM が248%セン i d i a が135%。 エネルギーではエクソンモールビルが22%ということで、まあ、この4六月期の決算の好調、ね、を牽引するのは、まあ、こういった銘柄になるんだということが確認できます。でまああのこれはですね、まあ、ある程度ここまでにかなりその株価的にはですね織り込まれている可能性があるんですけれどもでまあ年の半分済んでますので。 この後半にかけてですねどういった銘柄がですねあの活躍しそうかということをですねまあちょっと後半で考えてみました。でえとこちらですね SP500 指数の25業種でですね左のカラムが24年の EPS 増加率20その次が25年の EPS 増加率の予想と。 で一番右が指数のウェイトですねどれぐらいの,あの大きい業種なのかということで、まあ、あの一覧となっております。でこれを見ますと上からですね非常にあの業種のウェイトが大きいところソフトウェアそれから半導体テクノロジーハードメディアといったようなそれから一つ空いて医薬品バイオ。 言ったようなです、ね、あのところの25年の EPS 増加率見ていただきますと、えーまあ、いずれもです、ね、あの主要セクターの大部分がです、ね、あの2桁増益今半導体に関しては42%増ということで、まあ、あのこういった形主要セクターの高い増益が見込まれているということが確認できます。 でまあ、特にです、ね、先ほどの,あの表を、まあ、ちょっとあの数が多いので,です、ね、もう絞ってです、ね、25年の増益率が高い業種に絞ると、まあ、こういう形になるんですけども一番上が半導体ということでただです、ね、あの半導体に関しては24年がです、ね、77%増加しているんですね。で e が25年がです、ね、42%という形で、まあ、あの伸びがです、ね、鈍化するということで、まあ、そういった意味ではです、ね、あのまあ結構、株式というのは変化に反応するということなので、まあ、確かに半導体、引き続き業績好調で伸びますよねということなんですけどもそこにまあなかなかその今、驚きはないんじゃないかなということですね。 ですね、そうすると、えーまあ、これが例えば、えー、と25年42%予想されていたのが、まあえー、これからいろいろ展開する中で60%に情報修正されるとか、まあ、80%に情報修正されるとかなるとです、ね、やっぱり半導体に行くわけなんですけども、まあ、この予想であればです、ね、そんなに何て言うんですかね サプライズがないといととう内容かと思例まば、まあ、そういう意味でですねあの24年はからですね25年にかけて今お示ししたこの銘柄増益率が高い業種の中でさらに24年から25年にかけて伸びが高まるところはどこかということをですね あの探したのは、まあ、この5業種になります運輸素材エネルギー消費者サービステクノロジーハードということでこれはですね24年から25年にかけて増益率がですね増加すると加速するということですんでちょっと年後半ですねこういったところの業種が注目される可能性があるんじゃないか でえーとまあ、各業種のです、ね、主要な銘柄の中から、まあ、注目できそうなものを、まあ、ピックアップしたのがこちらなんですけども運輸ですとウーバーテクノロジーズデルタエアライン素材ですと銅のフリーポート・マクモーランデュポン、ね、あとエネルギーシェブロンハリバートン消費者サービスですとエアビービー えーまあ、ちょっと足元非常に業績悪いですけどもスターバックスなんかもまあ回復のまあ期待はあるかもしれませんあとテクノロジーハードでは、えーまあ、iPhone がですね、えーまあ、ちょっと売れますとアップルなんかはまあ注目できるんじゃないかとあとコーニングですね、えーまあ、こういったところがですね、えーまあ、年後半にですねあの注目できるんじゃないかということでまあ えー、探ってみました、まあ、あの個別にです、ね、業績の動きなんかもです、ね、あのチェックして、えーまあえー、これからですねあの、まあ、アメリカナウなどでですねあのご紹介していければと思っております。でトピックスもう一つがですね、えーえー、明日のです、ね、雇用統計なんですけれども、えーまあ、市場予想ですね19万人増の予想です。 でえー、と周辺指標はですねあのいずれもです、ねあのまあえー、数字が弱く出る方にです、ね、あの出ておりまして、まあ、そういった意味ではですねあのまあ、えー、労働市場の鈍化がです、ね、示唆される可能性が高いというふうに考えられます。ね えー、まあ,あの抑えるようになりますので、まあ、株式にはですね、えー、下支えになる効果が期待されると考えております。あと予定の方ですけれども、えー、パウエルさんの発言であるとか、えー、物価指標ですねなどが来週注目されます。で、えー、<laughs> 主要な経済指標ですけれども。 消費者物価指数はですね前月からまあ低下すする見通しとなっています消費者物価指数生産者物価指数ともですねあとまあ中国の貿易統計に関しては若干ですね改善が見込まれているという形です注目点6月の物価指標インフレ鈍化の傾向がまあ確認されるか注目されます。 あと10年国債利回りがです、ね、あの大きく動いているんですけれども、えー、まあそのテレビ討論会を受けてトランプさん優位ということで大きく上昇、えー、ところがまあその後です、ね、景気指標が弱くて、えー、まあ反落という形でまあ大きく動いていますので、えー、まあここはまあ注目とあとはまあ来週です、ね、国債の入札がございますのでこれも影響する可能性がある。 で、えー、決算が始まるんですけれども、あの、まあ、最初ですね、結構、あの、塊として出てくるのが金融なんですけれども、あ、銀行なんですけれども。えー、まあ、銀行の決算とですね、その他の、まあ、主要な事業会社の決算。というのはですね、あんまり、あの、えー、相関がないんですね。銀行がいいから、えー、事業会社がいい。 銀行が悪いから、えー、事業会社が悪いというふうな形でですね、あの相関ないないということなんで、まあ,あんまりその、えー、これにですね、あのまあ、こだわらない方がいいのかなというふうに見ております。で見通しとしてですね、えー、まあ、先週はですね、まああの四六、えー、月期決算の発表が始まるまではちょっとあの。 停滞しそうですねということをまあ申し上げたんですけどもまああのテクノロジー株への物色意欲がものすごい強くてですね想定以上に力強い上昇となりましたただですねやはり PR の上昇をですね考えるとさすがにですねえどんどん上昇していくというような動きはですね止まるのではないかなというふうに考えております。 本日は以上ですご視聴ありがとうございました